T シャツを着ようと思って出したら虫食いが、なんてことはありませんか？今回は着なくなったママの服を子供服にリメイクしちゃいます。服の裾の部分にハサミを入れていきます。切るときに幅が均等になるようにしましょう。表が切り終わったら裏返し、裏も同様に切っていきます。ちょっと疲れますが頑張りましょうね。袖の部分も全体的に切り込みを入れていきます。脇のところは切り取りましょう。終わったら切った部分をちょっとずつ伸ばしていきます。伸ばすことで布がくるんと可愛くなりますよ。次に紐を2本ずつ手に取り結んでいきます。表が全部結び終わったら裏も同じように結んでいきましょう。アレンジしてみよう。お好みで結ぶ部分を2段にしても可愛いですよ。結ぶ場所はこのように紐を取り結んでいきます。出来上がり。子供が着るとこんな感じです。ぜひ作ってみてくださいね。